アイルランド国鉄2600系機動車は、アイルランド国鉄が所有する機動車の位置形式。1994年5月16日から営業運転を開始した。日本の東急車両製造がアイルランドへ向けて初めて製造した鉄道車両であり、加えて日本企業が完成車両を EC 加盟国へ輸出する初めての事例にもなった。アイルランドの首都、 ダブリンと 100km 圏内の各都市を結ぶ都市間通勤列車アローの運転開始に合わせて製造された機動車。車椅子スペースや便所が設置された奇数番号の車両と未設置である偶数番号の車両による二両編成を基本とするが DC1 同士の連結や多形式との混結など状況に応じて柔軟に編成を組むことが可能な設計となっている。 そのため前面には貫通扉があり、欧州の鉄道車両で主流の大型ホロが装着されている。車体はアイルランド国鉄における車両限界を有効に使った構造になっており、天井内部には暖房ユニットや空調ダクトが設置されている。それまで用いられていた客車列車並みに騒音を抑えるため、大枠上面板は後半によって前面が塞がれているほか、 床板に合板にステンレス板を貼り付けたプライメタルを採用する駆動装置上に精神剤を設置するなどの対策を行っている。座席配置は二人掛けにの固定式、クロスシートだが排気用ダクトがある箇所のみ一人掛けとなっている。DC1 に設置されている便所は車椅子でも利用可能な構造である。夏も涼しいアイルランドの気候に合わせて、 冷房は設置されていない一方、座席下に吊り下げ式暖房機が、天井内に2ユニットの温風暖房装置が備わっている。駆動装置には、ヨーロッパ各地で導入されているカミンズ製のものを使用し、変速機については、コンピュータ制御を用い配線の簡素化を実現している。制動装置は、アイルランド国鉄標準の O、荷重付け自動空気ブレーキを採用しているほか、 UIC 基準の滑走防止装置が取り付けられている。これらの機器配置は部品の共通化の観点から DC1、DC2 とも同一となっている。台車は一両につき、駆動台車と付随台車がそれぞれ一つずつ設置されており、ボルスタレス方式の採用、軸受け指示装置にロールゴム方式を使用など、軽量化や保守の容易化を図っている。 また安全面にも配慮しており、車体の片側2カ所に設置されている両開き機能、客用扉には飛ばさみ検知機能が、床下にある駆動装置周りには自動消火装置が設置されている。なお、1954年から1987年までアイルランド国鉄の前身であるコラスアイムペア、イールンが導入した同形式の機動車が存在しており、2600系。 としては2代目にあたる。発注は1992年3月に行われ、1993年から翌1994年にかけて17両が日本からアイルランドへと輸出された。アローブランドと共に営業運転を開始したのは同年の5月16日である。登場時の塗装はオレンジ色を基調に黒、白の帯が入るものであったが、2003年にアローが コミュータへブランド名を変更したのに合わせ2600系も塗装変更が行われている。2019年現在、コーク工部、ミットルトンマロー間で使用されているほか、トラリー方面の運用につくこともある。2000年6月に起きた事故の影響で一両が2700系機動車と連結して運用していたが、故障の頻発を受けて2012年までに2700系が、 全車廃車になった煽りを受けて同時に廃車されたため、2019年現在は8編成16両が営業運転につく。2600系から始まった機動車によるダブリン近郊の通勤列車は好評で、以降東急車両製造に加え GEC アルストム、カフなど各国の企業が製造した機動車が多数導入されていくこととなる。ありがとうございます。